皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。可愛のちっちゃいピアノが入ってきました。スピネットタイプというね、モデルで年代は経ってますけど、おしゃれですね。デザインがとっても綺麗です。ペダルがねちょっと面白い構造になってますので、そのご説明を含めて、お話したいと思います。こちらです。はい、こういう形ですね。ちっちゃいですね。横のが132センチ型ですから、もうこれは100センチちょっと、110センチ弱ぐらいかな、ぐらいの小さなピアノになりますね。足のところがね、こういう、ゴシック調って言いますか、なんかパルテノン神殿って感じですけどね、こういうデザインが素敵で、ちょっとね、傷があるんですけどもね。はい、これは修復をする予定ですね。ここの前の蓋は2段式で、パターン、パターンというね、こういうパターンになります。はい、中を見てみましょう。中はこういう状態で、製造番号は410951ですね。はい、こういう状態です。ちょっと汚れてますね。これをきれいにしないといけませんね。そしてね、ペダルの構造なんですけども、ペダルは3本あるんです。ちゃんと、でも一般的に3本ペダルと違って、一番右のペダルはもちろんこう音をね、こう音を伸ばす。一番左はソフトペダル、音がソフトになるね。ほとんど使う人いませんけどね、左側で。真ん中のペダルは普通弱音装置ということで、マフラーが間に挟まって音が小さくなるんですけど、ちょっと見ててくださいね。ここね、真ん中のペダルを踏むと低音だけ、低音だけ上がるんです。普通は右のペダル踏むとね、こういうに全部開放になりますけど、低音だけ上がるんです。これどういう効果を狙ってるかというとね、低音だけ上げることで、声に上げることで低音、ほら低音だけ開放になるでしょ。こっちはなりませんよね。右のペダル踏むとなりますよね。で、なぜ低音だけこう開放するかというとね、面白いね、エコーの効果がある。高音が吹いた時に聞いてくださいね。こっちの低音側に音がふわーんとこう広がるんですよ、ね。昔の、スピーカーでですね、バネがついてるやつがあるんですね。リッチ・ブラックモアとかね、ご存知でしょうか、ヘビーメタルのね、蹴飛ばしてグーンと音がするんですけども、そういうバネのを使った残響っていうね、リバーブがあったんですけどもね、今もデジタルで処理しますけどね、低音側だけこうやって開放します。中音から上は開放します。これによってがフワーンと伸びるね。まあ、曲の中でどう使っていいのか分かりませんけど、まあ、こういう効果、アメリカ製のピアノによくねあるんですけどもね。ですので弱音装置がついてないので、手動式のやつを後からつけることもできます。そうすると普通の3本ペダルと同じ効果になりますのでね、ちょっと話が長くなりましたけど、まあ、面白いピアノですね。遊べるピアノですね。音はもう可愛のピアノらしい優しい音。調整でもう少し硬い音になると思います ね。優しい音ですね。はい、いかがでしょうか。可愛のこれ型番がね書いてないですけども、まあ、スピネット型のピアノということでね、ご理解ください。譜面台が透かし彫りで、これねいいですよね。はい、値段はお安く出したいと思います。それではさようなら。